アガミ、お前何やってんだこんなとこで。あ、ナベさん。それとそちらは確か桜井だよ。そうでしたね。お前ここにいるのは偶然じゃねえだろ。鼻の利く仲間がいるんです。で、そいつらも俺も今回の警察の動きには嫌な匂いを感じてる。なんだと？沢先生の件で警察が RK を追わないのはなんでです？それとも俺が知らないだけでもう調べ終わったんですか？こんなとこで話せることじゃねえ。おい、こら！警察が真っ当に機能しているか怪しいんだ。おとなしく言うことを聞く義理はないよ。なんだと？桜井、俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。え？お前も来るだろ、八神。そろそろ小便したい時間のはずだ。ええ、言われてみればそうですね。ついてこい。くそ、何なんだよ。えらくロマンチックなところまで連れてくるんですね。ああ、クソみてえな話をしなきゃなんねんだ。景色くらいは良くなきゃな。県警は沢先生の件、本気で桑名が犯人だと考えてんですか？遊び半分で指名手配なんかしねえよ。札も出てる。桑名一人だけに？その本名は北方優。ずっと偽名でいた挙句、事件のあった時刻、昔の教え子の殺害現場に来てた。俺の目から見ても十分怪しい野郎だね。 RK の相馬はどうです？あいつだって周辺の防犯カメラに映ってたはずです。先生のマンションに入ってくとことか。映ってなかったよ。ふんなバカな。いや、言い方が悪かった。現場周辺で RK を捉えた防犯映像は残ってない。何ですそれ。三越場殺しが起きて以来、警察の上の連中はとにかく政治ってやつにかまけてやがってな。警視庁とどっちが江原を取り調べるか手柄取り合ってる頃までは俺もまだ理解できた。だが殺人動画が出てからはガタガタだ。今回の沢先生の件についちゃもう訳がわからねえ。上にいる誰かは本気で何か事件の真相を隠そうとしてる。隠せるつもりでいる。このご時世にだ。何の話です？警察が組織ぐるみで何か隠してると。まず沢先生が殺された現場周辺の防犯映像だが、押収後に警察内部の誰かが消した。 RK の連中が映ってたであろう部分のデータがどこにも見つからない。防犯映像消した？ああ、残ってたのは桑名がマンションを出ていく姿だけだ。お前が映ってた部分も消されてたよ。事件の前後、防犯映像に映ってた不審者は桑名一人だ。誰が防犯映像を消したんだ？誰ならそんな真似ができる？お前も手引け、八神。三越場の件も沢先生の件も追うだけ無駄だ。おまけに多分こいつは最悪のケースだが、桑名はこの先事故に遭うぞ。何？見つかったが最後、うっかり何かの弾みで警官たちに殺される。暴れたところを取り押さえたら死んじゃいましたとかな。どうも警察の上にいる誰かは桑名に消えてもらいたいらしい。あんた本気で言ってんのか？桑名は何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。俺はもう他の事件を追うよ。お前も組織の一員になりゃわかる。自分の身内がどうしようもなく腐ってたら見ないふりするしかねえだろ。俺はさ、もっとわかりやすい悪党を捕まえて真っ当な刑事でいたいんだよ。ざけんな！
臭いもんに蓋をして身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか。あんたそれでも刑事かよ。てめえ誰に向かって口聞いてんだこの野郎。まだ話は終わってねえだろう、鍋さん。防犯映像を消すことができんのは誰だ。うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ。そいつを知ってお前に何ができんだ、エボ探偵。手を引け、八神。お前のためにも言ってんだ。俺のためなら手を引くなと言ってほしいね。もううんざりなんだよ、バカ野郎が。この渡辺が。沢先生は鍵閉めてたドアを破られて自宅に押し入られました。そこへ入ってったのが RK の相馬です。アイスピックを突きつけられて怖かったんでしょう。俺が彼女を見つけた時、開きっぱなしの目には涙が溜まっていました。なのに警察は相馬を追わずに桑名を追ってる。そこの刑事は違う犯人だと分かってるのに、どうしようもないことだという。なら俺が彼女に代わって声を上げ続けます。それを止めに来るやつが真犯人とその黒幕だ。なるほど、そうかも。でももしその黒幕に心当たりがあんなら、事前に聞いておきたいんですけどね、鍋さん。警察の中に誰か桑名を殺したい奴がいるわけですか。沢先生の件を調べ始めると、すぐ県警の上から犯人はこいつだと資料が降りてきた。それはお前が名指しした相馬の資料じゃなかった。通称便利屋の桑名、北方優の資料だった。
おかしいよな。事件直後、現場にいる俺らよりも先にお偉いさんたちが犯人分かっちまったってんだからよ。その喜多方の情報は誰から？俺は知らん。ただ公安筋の情報とだけ説明があった。警察庁のな。公安？沢先生の件をなんで公安が？どうも連中のお目当てはカムロ町の半グレ、 RK の犯罪者ネットワークらしい。東上会ってヤクザが解散して犯罪者たちがどんどん地下に潜ってるだろう。で、公安としちゃそいつらの動向を把握するには RK を捕まえるより泳がせて監視し続ける方がいい。どうせ悪党なんていくら捕まえたってすぐ次のが出てくるんだからな。公安は RK を潰したくないってこと？だから沢先生の事件に目をつぶるっていうのか？もしたった一件の殺しで RK を一網打尽にしたら、また新しい情報源を見つけなきゃならんからな。あくまで公安の立場で言えばだ。バカな。もちろん大っぴらにそう言ってるわけじゃねえ。公安によると沢先生を殺したのが RK でないことは確かだとさ。は？なんだよそれ。その根拠は？ないんだよそれが。おまけに RK の相馬ってのを警視庁に問い合わせたが、何の記録も出てこねえ。前科も戸籍も写真の一枚さえもな。つまりどういうこと？相馬和樹って男は記録上存在しないってことだ。それが元々なのか誰かに隠蔽されたもんかはわからねえ。代わりに公安は桑名の資料をすぐに一式揃えて送りつけてきやがった。そしてそいつが沢先生を殺した星だと上に号令をかけさせた。そんな理屈が通るのかよ。要するに桑名は RK の身代わりだ。公安は沢先生の件をそれで幕引きにしたいとなると、あとは桑名さえ黙っててくれりゃ帳尻を合わせられる。あんたはだから桑名が事故に遭うって？ああ、臭いもんは全部水に流しゃ蓋を閉める必要もなくなる。公安って具体的には誰なんだ？そいつの名前は？あいにくそこまで知らせてもらっちゃいない。俺はお前が考えているよりずっと下っ端なんだよ。はい、渡辺。え？偉人町でか？ん？そうか、分かった。また何かあったら電話してくれ。桑名が現れた。偉人町でさっき目撃情報ありだ。あいつがこっちに戻ってきてる？まだ裏は取れてねえかな。場所は？福徳町、コミジュルって連中がいるコリアンタウンだ。今警察が向かってる。コミジュル？韓国語で蜘蛛の巣って意味だと。見たことねえか、建て増しした廃墟みたいなやつ。そこに桑名がいたって？俺から聞いたって誰にも言わねえよな。そんなに暇じゃないよ。このままだと桑名は事故に遭う可能性があるんだろ。だからあんたは俺に奴の居場所を教えてくれた。あいつに会えたら言ってやれ、お前を狙ってんのは天下の公安だってな。